って構えられた場所からこう素早く落ちてくるだけなんですね。これをこうしないでください。ハンマリングがうまくいかない人の多くはやっぱりその癖を合わせ持ってる場合が多いですよね。で、ハンマリングはこう金槌をハンマーで叩くのと同じで、ここにいくら力入れても逆に関節がこう固まっちゃうとハンマーのトップの速度って出ないじゃないですか。ハンマーのトップの速度を出すのってここはしっかり握るけど、ここが緩んでいて、こうスナップを効かせてこうやるわけですよね。だから関節って力が抜けてた方がトップの速度って出るんですよね。この3本なりこっちの2本だけでもいいんだけど、やっぱり足場に誓っていって弦から動かすけど、っていう風に誓うとある程度安定した形でね、やってみてください。えっていうぐらいこうやって入ってくるのと比べ物にならないぐらいの安定感ですよね。ここ半声波で入っちゃう方法がありましたよね。それだったらもうこうですもんね。だからここは半声波にすることもそれなりのメリットあるんですよ。安定するっていう以外にもここの準備をしておくというメリットもあるわけ。それなんで、に弾くことができます。1弦の5フレットを弾くタイミングで準備してください。その前の7、5からやるとこうです。7、5、5、5、5、5。わざと今音出しましたけど、当然音出しません。そして薬指が今3弦にいますけど5弦に移ればコードの出来上がり。小指をコンパスの針にして肘を外側に動かしていくことで異弦同フレット向きのこういうフォームを作っています。こういうフォームからこういうフォームに切り替えてきてるわけですよね。だから親指もこう入ってたのが当然こうなるわけだ。で、その形状を崩さずにこうきました。もう4弦までが P。オルタネートがいいかと思います。IM 6弦止めないようにして IMI で I と A、 2ページ目の頭ですね。オクターブ1マイナス1だからここは言ってみるとゼロディミニッシュ的でしょね。でまたここでそれが1フレット下がるの分かります？ここ5だったのがここ4に行くんだからさ、だからここはマイナス1ディミニッシュって言えるでしょ。でまたここは2、5パのところに戻ってきてるからゼロディミニッシュっていうグループに戻ってるっていうふうに言えるじゃないですか。そうすると、えたたりたたん、えたたらたたんってね。